スとなっていますので、ペンギンたちもね、自由気ままに走ったり歩いたりしています。間違えた、ゼロ歳のペンギンなんです。ゼロ歳と言いましても、もう大きさは大人と同じくらいまで成長していますね。どんなところで見分けるかと言いますと、まずペンギンたち名前の書いたバンドを翼に付けていますが、歩くときにはぜひペンギンの真似をして、両手を大きく広げ歩いてみてください。